こんにちは、シュです。今マイクラやろうと思ってたんだけど、なんか見たことない人いて、ちょっとみんなに見てほしい。誰あれ？いくよ。なんだこいつ。やあ。え、敵？なんだこれ。あ、わかった！やばい！こいつガチでできる！一回逃げよう、一回逃げよう。こいつネサーから出てきたんじゃない？ここの扉から。ね、その説あるよね。一回あっち自分家入るわ。やばい！やばい！危ねえ。自分家入ってパン食べよう。え、これ絶対ネザーの住民だと思うんだよな、私。威力が高すぎる。高すぎる。最近あっちのブーム、米倉涼子ね。さあ、どうしようかな。やりに行くか。もういいか。もう一枚パン食って、ちょ、ミスった。パン食えよ、あっち。パン食って、やばい！私、危ねえ。一生懸命前回作ったんだよね、このエンちゃんと。壊されるかと思った。え、こっから出てきたんじゃないかな。違うかな。多分そうだと思うんだよね。さあ、今日は私何するかっていうと、やっぱりね、前回廃校でしたっけ。なんかコメントで教えてもらったんだけど、廃校にね、もう一回行こうかなと思って。なんかさっきの敵、私の予想ではこっから出てきたんじゃないかなと思って。怪しいよね。だから、次あいつらが出てきても、ちゃんとね、防御できるように、これでいいでしょ。はい、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 はい。よし。で、ここなんかろうそくのとこできないな。こっちに置こうか。はい。オッケー。多分こういうことだよね。これで多分あいつらが出てきても、大丈夫ですよみたいな。よし、ちょ、暗くなってきたんで一回寝ようか。あ、前コメントで牛繁殖させたかったら小麦をあげるといいですよって言われたんだよね。小麦あげてみようか。小麦ってこれだよね。これ食べるのかな。これを手に持つのかな。手に持って、さあ、餌の時間だよ。あ、で、これ鶏くんが、その、あ、すごい、あちきになっついてる。一緒に置いとくと、なんて言ってたかな。ニワトリくんがね、やられる可能性があるから、じゃ、ニワトリくん一回保護しとこうか。ね。保護させてもらって、オッケー。さあ、こうして、ほら、君たち、食べるか？おお！お、すごい！この、あ、ミニ豚生まれた！え、かわいい！すご。ちょ、これ一個しかあげられないね。ちょ、置いとくか、じゃあ、ここに。ほら。置いとくから、なんかあったら食べろよ。え、かわいい。え、超いいじゃん。ごめんね、ちょっと今日は廃校行くから、君のね、家ももうすぐ作って。あ、そこの、この子だけバリウムくんって名前があるんだよね。さあ、行ってこようか。さあ、皆さん。私、このレールをね、つなげようと思ってたんですよね。ただコメントで、その馬の方が効率いいよみたいなこと言われて、あ、馬で行こうと思った時期もあったんだけど、やっぱりね、私、自分の意思を貫き通したいね。間違ってました。やはり皆さんも意見も参考にしつつ、最終決定は私がしたいんで、やっぱりこれね、レールで村と村くっつけます。でも、トロッコに乗って、もう放置しておくだけで多分、その村に行けるってことだよね。でもこれ1000個ぐらい必要なんじゃないかな、マス。村と村つなぐの。いや、頑張りたいね。今1月何日だっけ、今日。1月14日なんだよね。で、1月中に村と村はつなげて、その2つを私の第2拠点としたいね。で、その第2拠点とした私の氷の大地から、あ、その第2の拠点が氷なんだよね。氷の大地から、ちょ、待って、こっち、私の行きづれえな、こっち側。こっちにも道引こうかな。ね、私、これ橋かけたんですよね。橋かけることによって、だいぶね、このお馬さんがすごいいい感じにね、早く行ってくれるようになって、やっぱ橋大事かもしんないね、このゲーム。さあ、来たぜ。さあ、こっち側にね、廃校があるんですよね。読み方廃校で合ってるよね、コメントでもらったんですけど。で、そこにレールとかが盛りだくさんであって、それも集めれるだけ集めたいんだよね。前回100個ぐらい集めたんですよ。100個ぐらい集めて、まあ、それで全然足りなかったんだよね。だから今回はね、目標は200個だよね。で、松明も今回、100本以上持ってきたん。さあ、一回登り切って。で、私ね、
そのちゃんと行けるようにシュータワーを矢印付きで書いておいたんですよ。それを見つければ一気に行けますよみたいな。一応剣とかも持ってきて、まあ、ダイヤの剣とかではなく普通の鉄の剣持ってきたね。鉄の剣でなんとかなるでしょうということで。さあみんなシュータワーあったらコメントで教えてほしいな。うわでもここあれだね、すげえ石炭置いてあるわ。 あったシュータワー。ちょみんな見えるかな、この真正面にある。いや私鉄が欲しいんだよね、そのトロッコを作るために。トロッコを生で掘るっていう方法もあるんだけど、ああこっちになってんね。多分掘れる量に限界があるから、掘れなくなったら私は自家製のねレールを作んないといけなくて。いいぞ。さあこっから松明置いてこうか。いて、さあ来たよ。わここマジ迷子になるんだよね。これ王子って大丈夫か、みんな見えるか。オッケー、こうしていいぞ。あこれクモの巣もねハサミ持ってくればいい感じにできますよってコメントで教えてもらったんだけど、ハサミ私ね、ちょここ一回私の拠点としとこうか。ここで一回リスポーンしてをここにしよう。すごいわ私学べてる。さあいいぞ、で行きましょうか。大丈夫かこれ。はっ、危ねえ、未だに怖いよね。未だにっていうか別にそんな長くやってないんだけど、この川にダイブするやつ。もうこれ川すごい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 、あめっちゃ地下まで来れた。え楽しいな。でこれはちょっと、あこれはね何でしたっけな、ピッケルが一番その掘れるやつですよって教えてもらったね。なるほどねと思って。だからさあここら辺から私行ってないのか。ちょ松明つけて下行けるか。あ行けそう行けそう行けそう。で鉄あるね、鉄あるときはしっかり私、あいいじゃんレール。絶対私村と村つなげるからね、本当にこれが楽しみでしょうがない。どれぐらいの速さなんだろうね、一気にグワーンっていくのかな、めっちゃ遅いとかなのかな。でめっちゃ遅くてもすごい嬉しいな。だからねみんなのコメントをね参考にしつつ、やはり自分の意見は曲げないと。だからみんなねちゃんとコメントはやはりありがたいんで私いただくんですけどみたいな。さあこれも置いてって、あすげえ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 、これ帰り道がすごい難しいんだよねこのゲーム。なんて言ってたかな、この一番のあたりはトロッコ付きのレールがこの廃校でしたっけ、一番のあたりですよみたいな、なんて言ったかな、ちょっともう忘れちゃったんだけどごめんね。さあ掘って、鉄やば、鉄これ、あ今日であれだね、センター試験というかあれ終わったね。昨日だっけ今日だっけ、やっぱ英語がすごい難しいってなったね、英語のリーディングでしたっけ。なるほどねと思って、さあこっち行って、あこれあれじゃん、あ本当だ、すげえサクサク掘れる。でこれ松明植えといて、ワクワクすんな。これね村と村完成させたら絶対的にネザー行くからね。うわーこの下行っか、絶対的いるんだよな。一個ずつゆっくり降りてくわ。松明つけて、いいよこっちにしようか、いいよ。どっちだこれ、いけるかここ。細くね？一回これピッケルで壊しちゃおうか。おう。おう。いて！だいぶ細いぞ、ここ。あれ、いけない。これか。これが邪魔してて。いいよ。うわ、デイヤだ、デイヤ！悟空になっちゃった。大丈夫だ。デイヤがある。デイヤ掘って、って待ってください、皆さん。デイヤの宝庫かもしれん。嘘でしょ？待って、これ絶対帰りたいわ。これやられるのだけは絶対 NG。え、すごい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 ！デイヤめっちゃある。ちょ、一回ここで、昼寝しとこうか。なんかリスポーン地点近い方がいいのかなと思って。オッケー。ここでしっかり寝て。まあ、一日目はだいぶ、悪くない旅なのでしょうわ。か。うわ、こっから出そうだな、敵。ねえ。いた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 。剣装備して、これ走って切る。走って切るとダメージがでかい。走って切る。どうみんな。これがいいかな。
私もね、みんなから言われてなるべくね、できることはしたいんだけど、テクニック不足なとこもありまして、あ、でも、みんな行き止まりだ。なるほどね。こっちには何もないのか、特に。じゃあ戻るか。みんなこういう上のも取った方がいいんですかね。いや、でも取った方がいいって言われそうだな。ね、良さそうだよね、取った方が。こういう、なんか私ね、めっちゃ上にあるときは、ブロックをね、なんとか、こう、高さを上げて、やるんだけど、いや、やった方がいいよな。ちょ、戻るわ、みんな。さ、みんな、とりあえず帰ってきて、これみんな、この下のね、明るいとこ？あそこ今行ったとこだもんね。こっち側か？こっち側も私行ってる。こっち側か？もしやもう、結構私見てる？ね。なんかない気がすんだ、この下。一番最下層まで見た気がする。あれ？これで終わりか？いやでもそんなはずないと思うんだけどな。これ水なんかあるといいね。なぜいいかというと、一気にこうやって泳いで上に行けるから、すげえやりやすいわ。え、じゃあもうあれかな？レール回収とかになるのかな？余ってるレールを全部もぎ取っときたいんだよね、私。これ明かりつけといて。なんかね、ダイヤがあったということは、そこがなんか最下層みたいな感じもするんだよな、私的に。でみんな、私のね、今回の旅のミスは、盾持ってくればよかったかな。ね。盾、やっぱり、なんかあれなんでしたもんね、きっと。いつでも出せるようなポジションに置いとけてたはずだから、結構反省だわ。盾持ってきて、こっちとかは？あ、行き止まりか。まあ、とりあえず、鉄とこの赤いやつ取っちゃおうか。さあ行くぜ。お！来たことないエリア来てる。ちょ、みんな見えるかな？ちょ、金ある。金あるけど、こっち行きたいわ。ちょ、待ってね。どうしようかな。うわー、奥側行きたいんだけど、これは落ちちまうな。このままだと、掘っていくか。これ安全に掘っていきます。だからこの視野にして、いいぞ。廃坑って何なんだろうね。廃坑って私意味がわかんないんだけど、ちょ、辞書で調べようかな。廃坑とは、みたいな。廃者になった学校とかなのかな。さあ、こう掘っていいよ。これ落ちんのが一番あれだからね。シフトをしながら掘っていいのかな。シフトをしながらだと、その落ちた時に、あ、いいぞいいぞ。みんな多分暗いよね。ごめんね。今これ掘ったら明かりつけるから、少々お待ちを。あ、いいいいいい。いいじゃん。さあ、来ましたよと。はい。え、すごっ！こっちにも道あんじゃん。はい。うわ、どこ行こう？え、で、すげえワクワクする。行くところが多すぎるもんね。とりあえず、なんか道になってっからこっち。うわ、すげえ。ザ・ダンジョン。あ、ダイヤある。え、ダイヤ取りに行きたいな。あ、しかも、私の好きなトロッコある。うわ、敵めっちゃ、弓矢で撃ってきやがる、あいつら。どうしようかな。どうやってし、ここ絶対制しときたい。一番星！やばい！ガチやばい、みんな！はっ！え、なんで？え、なんでみんな？え？え、みんなベッドは？なんで？みんな、あっちかベッドは？いや、これ、全然大丈夫です。なぜなら、これやられたところが遠かったら、あれなんだよみんな。アイテムって消えないの。だから、ちょ、絶対取りに行きたい、私。よし、そうか、あれベッド置いてないとダメってことか。うわ、また学んじまった。また成長させてくれてありがとう。あ、シュータワーある。あっちだ、あっちだ。そびえ立つシュータワー。いや、これ絶対あっち諦めないよ。ただなぁ。あれ元に戻すにはどうしたらいいんだろうなぁ。あ、高温なってんだ。え、なんだ？なんかいきなり、
びっくりした、なんかいきなり変なあれね、タイトル画面っていうか出てきた。さあ戻ってはこれたけど、どうしよう、一回装備を整えてこうか。うわ、パンとかも全部なくなっちゃったな。みんなこれ私の家の自家製ベッド持ってくわ。これ住人から奪ったやつじゃなくて、私は自分で立った、ほらなんか病院とかにありそうなこの白いベッド、これを持ってきます。で、さっきボロボロになったベッドで合計2つあるもんね。行こう、絶対諦めない、頼むから会ってほしいな。多分あのお馬さんはずっと私を待っててくれてるからいると思うんだけどね。これ距離離れすぎてるとあれだもんね、アイテム消失しないもんね。ごめんね、ちょテンパっちゃって同じこと何回も言っちゃう。うわ、シフト押せってことだったのか、あんな滑ると思わなかったもんな。さあ行ってくるぜ私、このレールを絶対村と村までつなげるという私の一世一代の大ミッションを何としてでもやってみせる。そのためにはあの廃校を今日制さなければいかない。さあ皆さん、シュータワーありましたよ、こっちか、行ってくるか、頼む。わしきの本気度わかる？全部ダイヤできたの。つまり、これ失ったらわしきも泣いちゃうわけ。だから、もう本当に一回もやられない装備できてるということ。この熱い意志を皆様に伝わってほしいね。正直あのゾンビは無視。わしきそんなゾンビに今、興味ないからね。一刻も早く、わしき、行こう。オッケー。ここ何回やっても怖いわ。いいぞ。まだ下だっけみんな。どこ行ったんだっけな、私こっから。ここまではいいぞ。やばい、早くしないとなくなるか、これ。近くなるとなくなるとかあるか。あ、ここだ、ここ。ここ行った後ね、こっち行ったんじゃなかったっけな。違うか。ちょ、ノーカットで行くよ。こっちが行き止まりだっていう話をして、そして、いや、これ上上がったんじゃなかったっけな、私。やばい。ちょ、録画見直したいわ、私の。自分の。いや、ここだ！こっち行ったんだ、こっち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 。こっち行って、いいぞいいぞ、確かな、私の痕跡があるよね。ある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 。ある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 。ここだ、ここ！待ってろよ、あちきの武士たち！絶対取り返す、絶対取り返す！どうやって降りるかだ。どうやって降りるかだ、みんな。どうやって降りよう。一回、どうしたらいい？待ってよ。ここで、ピッケルで、いや、敵いすぎなんだよな。おお、やばい、溶岩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 。どうする、どうする、私。ガチでどうする。ちょ、待ってね。ちょ、ごめんね、みんな。テンパってるよ、私。非常にテンパってる。しっか。ごめんね、無言で行くよ。よし。で、あそこだ。こっちだ。頼む、会ってくれ。え、ない？あ、あるあるある。ある。ある。格付けに出てた人は？ある。お前ら。ある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 。ゾンビも多いけど。いいぞ。お前ら、やめな。本当にやめて。本当にやめて。え、ガチでやめて。本当にやめてくれてる。本当にやめてくれてる。よし。よし。え、あいつらって待て聞けるの？意外と言うこと聞いてくれるのね。いいぞ。あるぞ、あっちにもあっちのアイテムが。
よし。よし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 。いいぞ。まだあるね。スイカとかも回収して、どうすっかな。ダイヤもある。でもダイヤなんて今どうでもよくて。シフト押すか。シフト押して、シフト押します。あれ消えた？あれ、アイテム消えた？え？え？あれ？ 5 分経ったってこと？え、嘘でしょ？え、嘘でしょ？うわぁ！回収できてねとできてねえのがある。え、今5分経ったから消えたのかな？どうなんだろう。とりあえず、まあ、ある程度帰ってきたからよしとしようか。うわ、よかった。本当によかった。で、ここダイヤ掘って、いいぞ。うわ、全部は帰ってこなかったな。やっぱ近くに寄ったら5分でまた発動するんじゃない？リミットが。多分そういうことだよね。皆さん、違います？いいぞ。あれ、敵消えたよ。うわ、あいつがずっとあちきにちょっかいかけてきてんだよな。おら、炭治郎斬り。炭治郎斬り。オッケー。いけ。いけ。よっしゃー。パンクを。さあ、こっからあちきの旅が始まるわけと。いやー、嬉しいでやんす。ここは、クリーパーがいるな。クリーパーがいるが、今のあちきの敵ではないと。一回逃げようか。一回逃げて、はい、こう切る、で引くと。完璧だ。ノーダメージで抑えてんのでかすぎ。これどっち行こう。え？敵の声がするぞ。やっぱコントローラーにして戦闘技術があちき上がったな。そう、前回言ったんですけど、コントローラーにしたんですよね、あちき。すげえ深くまで来たね。深くない？みんな。深いよね。何があるんだ？何もないんだ。すげえ。なんかメロディー流れてる。あちき祝福してくれてんのかな？さあ、こっちは？あ、こっちも名前、地下に行きたいね。とりあえず、より深く。より深く行きたいよ、あちき。まあ、こっちかより深くって考えると、いた、いて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 、いた、やばい、黒いやついる。みんな、黒いやつは目を合わせなければ大丈夫ってみんなコメントあったから信じて見ないよ。やばい、黒いやついる。あの黒いやつ動き早すぎるんだよね。どうやって捉えたらいいんだろう。だいぶ地下まで来てんな今日。まあ、失ったものだけを数えるなってジンベイも言ってたし、走りながら切る、ジャンプ切り、いいぞ。あの黒いのマジでね、早いんだよね、みんな。ちょ、ごめんね、今明かりつけるよ。はい。ほら、黒いの。やるか？背中見せてんな、ボケ！オッケー！オッケー！いけ！いけ！初めてやるつけれる、こいつ！ベッドを用意しといてる。でかいよ、あちくし。は？頭でかすぎていけないんだけど。うわ、あいつやれそうだったな、今。ね。ガチやれそうだった。どこだ、あちくし。どっから行った？ただ、火を辿ってけば、あちくしの道にたどり着ける。やばい、これリアル5分のやつだ。ガチで5分しかない、これは。こっちか。いや、こっちなんか行き止まりって自分で言ってた気がすんな。こっちだ。さあさあさあ、心の平穏は保たれましたと。いいぞいいぞいいぞ。まあ、みんなこういうやり方でやってんのかな。ね、どうやってんだろう。
で、ここで、こうすることにより一気に運べると。いや、これ、鉄じゃなくてダイヤでいっか。ね。ダイヤのパンツ履いて、ちょっと今日防御力固めでいこうかな、私。いや、あいつ強えな、本当に。あれがなんていう名前だっけ？エンダーマンなんだっけ？なんだっけ？あいつの名前がよくわかってないんだけど。さあ、ダイヤある。いや、敵もいるな。さっきのやつに比べると多分だいぶイージーになってるから、一回平らな場所に、お、危ねえ、あっちの剣じゃん。いて、いや、だいぶいるんだけど。うわ、盾持ってこよう、今度。視点変えようか。オッケー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 。いいよ。オッケー。いいよ。しっかりジャンプ切り。熱い。さあ。で、これ回収しとくか？いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、上に出ないように、もう、松明置いてこようか。暗いとあいつら無限に出るんじゃないかなって私思ってるから、松明を置いて、あいつらの出没、金輪際一切なくしておくということが、多分大事になってくるのではないでしょうか。オッケー。で、ここで、ダイヤ掘ろうか。うわ、あちくしょ、今日のテーマあれなんだけどな。一応ダイヤ掘りも大事だけど、あれをしたくて、トロッコを見つけたくて、まあ、鉄をメインで取りたいんですよね。いや、ただもうだいぶ地下最下層まで来てるよね。あ、鉄ある、鉄ある。鉄が一番嬉しいかもしんない。とりあえずこの、あ、でももう何もさすがに取れるとこない気がしてきたな。うわ、すごい、見てみんな。すごっ。こんな上から降りてきたんだ。なんか金はね、一応取るか。ネザー行った時に、何でしたっけ？金塊でしたっけ？それが9個で金になるからそっちの方が効率はいいよってなってた気がするんだけど、まあ取れるも、痛い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 ！まあ取れるもんは取ってった方がいいです。ジャンプ切り、ジャンプ切り。さあ、やっぱコントローラーやりやすいんだよな、私。こっちは？おいおいおい、まだあるってのか？まだ私の知らない旅が待ってそうだね。ジャンプ切り、ジャンプ切り、ジャンプ切り。どうしよう。いや、マイクラの魅力にどんどんハマってきて、私。なんだこの決戦の舞台みたいな。なんか広いとこ来てよ、みんな。ね。怪しい。雲いんな。うわ、雲気持ち悪いね、やっぱり。はい。はい。はい。うわー、すげえ、私ね。あ、鉄フィーバーじゃん。ね。ここで鉄掘っとこう。え、今日レールだいぶ続くんじゃない？結構なレールいけるよね。なんか半分ぐらいその、村と村を繋げれたら、今日大満足だ。やば！え、すごい嬉しい。鉄の宝庫じゃん。いや、今日学んだことは、やっぱベッドよね。ベッドを設置して、2個ぐらい持ってくる？これ私今日、学ばせていただきましたね。さあ、ラスト2つかな。これ取っちゃえば。うわ、これね、私ボックス見るのが楽しみなんだよね。あえて今見ないの。で、全部やり終わった後見て、こんだけボックスに、鉄あるみたいな。やっぱ64って表記いいよね。64あった時のね、わあ、上限まで行ったんだ、みたいな。上限っていうか、このゲーム64個までしか1個で持てないもんね。ダイヤ少な。さあ、こっち行きます。まだでもあるぞ。これ私、帰れる？一応、ろうそくが帰るヒントになってんのかもしんないけど、帰れんの果たして。こっちは？あ、でももうなんもないぞ。ていうか、そもそももう廃校じゃないというね。廃校ってあれやね、レールがあるところを多分みんな廃校って言ってんだよね。ちょ、ような、この画面。さ、じゃあ戻ろうか。いや、大満足だったな。あ、まだ上に鉄あんじゃん、ここ。ね、こういうのもしっかり、取っとこう。あ、上にダイヤもあんじゃん。ほら。危ない、危ない、危ない。こういうのも見落とすとこだった。さ、みんな帰ろうかな。どっから来たんだっけ。うわ、帰りてえけど。すげえ、暗闇だな、この上。敵いそう。いいよ。いいよ。うわ、めっちゃいるわ、敵。
炭治郎モードになろうか。ジャンプ切り、ほっ、ほっ、あ、で、あんまり振ると良くない、確か。ほっ、よ？結構ワクワクさんで出てくんな。これ置いとくと。あれ置いといて、あ、これ段差利用するといいんでしたっけ、確か皆さん。なんかそうやって教えてもらった気がする。いいじゃん。で、いや、あの黒いのに絶対あちきリベンジしたいな。え、鉄多すぎないこれ。みんなこんなもんなのかな。なんかあちきこんなもんで鉄があんのか、運がいいから鉄があんのかよくわかってないんだけど、近いな、敵の音。こっちか。すげえ敵の音する。怖っ。あちき帰るよ。すげえ敵の音すんな。なんかみんなが言うように、なんか慣れてくるとこの視点の方がもしかしたらやりやすいかもしんない。ね。いつもこの視点でやってたんだけど、なんかどっからだ？いた！どっから来てる？どこだ？いた！許せん。ほら、こいつマジ強いよね。はい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 。OK。さあ倒して、なんかね、シュも遠距離覚えたら強いよみたいなコメントがあった気がするんだけど、いや、私はね、やりたいよね、いつか。私も弓持ってた時代あったんだよ、シュウゼンの弓みたいな。ただね、彼はね、出番なく終わってしまったから。お、ダイヤ、意図せぬディーヤなんだけど。熱っ！え、熱すぎるんだけど、これ。で、今ね、とりあえず上登ってきてて、やっぱ鉄を回収してるんで、もう無言でひたすらに、結構な量集まってて、やばい！これ水、あれやっちゃうタイプか。まあいいか。これぐらいならいいか。なんか明かりがね、これ松明大事かもね。自分の来たところがわかるわ。あ、ここ私、行ってたんだな、みたいな、松明あれば。え、どこ行こう？すごいよね、こんな近くまで。ここ、あ、でもこれ松明で来たわけじゃないか。あ、すげえ、私の目当てのあれやんじゃん。トロッコ。ね。敵は来てないか。とりあえず、うわ、嬉しい、これ回収できるの。はい、はい、はい、はい。で、ここで明かりをつけて、はい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 。気持ちいい。これリアル200個とかでも全然足りないんだよね、数が。もっと欲しくて。お！あ、来たことないエリア来たぞ。あ、嬉しすぎ。はい、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 はい。うわ、超取れるじゃん。もう戻り、いや、楽しいわ。いいぞ。なんだこれ、マグマ。どうしようかな。ハサミね、私、まだ作ったことないんだよね。作り方は確かレシピであるんだけど、これつけといて、こちらなんもないか。ちょ、ピッケルの量があまりにも足りなすぎるな。鉄掘ったりして、なおかつこういうのも掘ると、本当にね、一瞬、うわ、こっちも、びっくりした、ガチャびっくりした。ジャンプ切り、ジャンプ切り、ジャンプ切り、いいぞ。待ってね、あっち行く前に、こっちの、こっちのあれを取らせてほしいな。レール？ある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 。うわ、超あるじゃん。お、すげえ。なんだこれ。なんか埋まってるよ。お、なんか今クリーパーみたいに埋まってたな。何だったんだろう。これ何？これ初めての色だな。ちょ、もうボックスが満パンでね。いた！くっそ！お前、人がせっかくボックス整理してる時に来るんじゃないわよ。2体いるし、ダッシュ切り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 、オッケー。で、これパン食べて、いいぞ、すごくいい。いいぞ、やべえ、もう松明もね、何もかもがない。やばい、やばい、え、みんな、嘘、やめて、やめて、ガチャやめて、やめて、本当にやばい、みんな。
燃えちまった。はどこ、マジやばい、本当にやばい。頼む頼む、ガチで戻ってきてくれ。こっちかどっち。ガチ頼む、マジで頼む。どっちだ、あっち、どこ行った。嘘、本当にやめて、本当にやめて。待って、これ立ち直れない、さすがに、さすがに立ち直れないよこれ。どこ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 、みんなあれの消化の方法教えてもらってないよ、私。待って、本当にやばい、ガチで今日シーズン一番焦ってる。嘘、待って、本当にやってくれ。おい、どこ行ってたっけ、私。こっち登ってたか。でもあっちに松明ある、あっちに松明ある。こっちだ、自分の松明だけを信じてけ。シュウさんはこっちに行ってる。こっちだ、シュウさんはこっちに行ってる。で、ここ降りたんだ、私確か。いいよ、もう全然しょうがない、うるせえ。で、痛い、やめろってお前ら、恥ずかしくないの。こっちだ、来た、こっち、こっちで、こっちだ、こっち。ダイヤあるけど、まだある、まだある、まだある、ガチある。ここだ、ここで私もぎ取ってたんだ。頼む、あって、本当にあって。松明が私の導く行く手を導いてくれてる。頼むよ、本当に。これだ。あっち、あっち行く、あっち。止まりだ、止まりだ、止まりだ。謎にレシピゲットした。危ねえ。ちょっと待って、これ、慎重に行くよ。あ、でもだいぶ減ってるわ。嘘。なんでないの、みんな。うわぁ。うわぁ、マジ？レールとかないもんね。危ない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 危ねえ。これ溶岩で燃えちゃったってこと？うわ、超ショック。マジでショックだわ。ちょっと待ってね。ごめんね、みんな心が壊れそう。どうしようかな。キモいの来たし。やばい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 。やばい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 。やばい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 。一回、パンクか。一回帰る？パンねえしな、もう。怖っ。ここがないのか、ボディのとこ。うわぁ。みんな見えないよね。松明もねえんだもんな。うわ、落ち込んじゃうわ。うわー、おお、超ウホウホだったのに。まあ、こういう時もあるか。ちょっと、ポジティブに行きたい。みんなこれ、格殺じゃん。どうやって逃げんだろう。ねえ。次回来ようか。どっから来たんじゃいわ、私は。あ、こっちか。
うわ、もう今日マジで頑張ったの。お前はよ、来るんじゃないわよ、こんないじけてるのに。ボケ。パン食うか。ダイヤとかも超あったのにな。まあ、戦利品の鉄でも持ってこうか。じゃあみんな帰るわ。あたしどうやったら帰れるんだこれ。もうパンも少ないしね。ダイヤとかもあるんだけど、また来るでしょここ。そう考えるとどうやって帰ろうかな。これブロックを上に突き詰めて帰るか。いや、これみんなメンタルに来るね、スプラトゥーンじゃなくて。あんなに一生懸命ずっと撮ってたのが、いとも簡単になくなるんですよ。ちょっと亡きダイヤだけでも。いや、これで村の、いや、せめてものあれだよね。え、これ常に、バケツで水を用意しとけってこと？そういうことなんすか？ちょっと、うわぁ。なんか今日一生喋ってそう、独り言で。編集してる時も。うわぁ。今日超頑張ったのになぁ、みたいな。うわぁって。もう過去にこだわって生きてそう。ね。さあどうすっかなぁ。とりあえず、もう一回ここ来よ、今度。リベンジするわ。もう頑張って帰るわ。どうしよう。帰るとこれ動画にするとこいるか。もう無言で多分ひたすら帰ってんだけど、とりあえずここ来たかったね。なんか一番ぽかったから。はい。でダイヤとかもあるけどな。お、これあっちゃんベッドじゃん。お、すごい。ほらみんな見える？あ、まさかここに繋がってたの？え、すごっ。え、じゃあ超近かったってこと？やられたとこから。運命じゃん。さあ、皆さん、帰ってきましたよ。いや、みんな今日の課題何だった？え、総じて丸だったと思うんだよね。何が良くなかったかな？ちょ、そこをコメントで教えてもらえれば、私、次回じゃねえ。次回絶対ここ、攻略するわ。マジで悔しい。レールも全部回収する。で、鉄も全部もうもぎ取る、あそこの。もうダイヤも全部もぎ取る。で、敵も全部駆逐する。もう今エレン・イエーガー見たくなってるから、もう全部を駆逐したいわ、私。さあみんな、今日の収穫は、このレールをどれぐらい進められるかと言いますと、じゃあこの子から降りて、ですね、これは、はい。あれ、置けない。はい、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 あ、間違った。はい。はい。はい。うわ、ほんとはもっとあるはずだったのにな。この倍以上は正直あったね。くぅ、悔しい。はい。はい。はい。で、これ、あ、もう一個行こうか、先。もう一個行って右曲がろうか。まあいいでしょう。でも、お、ダイヤなんだかんだ3個で、まあ鉄も64個。まあゲットしたって考えると、まあ良かったってことにしよう。そうしないと私は心が持たない。もう最高の旅だった。じゃあ次回はね、もっと最高の旅にします。